肩にかけられる A4 の縦型トートバッグの作り方です。内側にはポケットが2つついています。上はホックで留めるようになっています。ホックはなしでも大丈夫です。出来上がりサイズは横が35センチ、縦は40センチです。大きさを変えて横長にすると、お子さんのキルティングバッグやこのような横長のレッスンバッグにもなります。横長のレッスンバッグサイズは概要欄にあります。作り方は同じです。材料はこちらです。裏布は2枚重ねて、底を5ミリ切り取っておくと仕上がりがすっきりと綺麗に仕上がります。後から5ミリカットせずに、初めから縦の長さを5ミリ短く切っても良いです。裏布にポケットをつけます。上は2センチ折って、内側に折った三つ折り、下は1センチ折ってアイロンをかけます。端ミシンをかけます。裏布を縦長に置いて、縫った方を上にしてポケットをつけます。上は8センチ開けます。周りと仕切りを縫います。仕切りは今回は真ん中にします。もう一枚の裏布を重ねて、表が内側になるようにして周りを留めます。上の入り口は開けておいて、3辺を1センチの縫い代で縫います。布に紐を仮縫いします。縦長に置いて、真ん中から6センチずつ12センチ開けて紐を仮縫いします。
2枚とも紐をつけました。裏布と同じように表を内側にして合わせて3辺を1センチの縫い代で縫います。そこを少しカットしておきます。裏布も同じようにカットします。そこを折り上げてアイロンをかけておきます。裏布を表に返して表布と重ねます。まず裏布を返して表布は内側が表になるようにして重ねます。縫い代は右と左に倒してクリップで留めます。縫い代は開いてもこのように倒してもどちらでも良いです。アイロンが面倒な時は私はこのように右と左に倒しています。ここが表から見た時に綺麗に開いて仕上げたい時は手間をかけて開いた方が綺麗に仕上がります。真ん中も3箇所ぐらい留めます。返し口の印をつけます。切り替えの真ん中あたりから6センチずつ、12センチの返し口を作ります。これはちょうど真ん中じゃなくても大丈夫です。だいたいこの縫い代を挟んだあたりで12センチ。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。返し口のところから表に返します。裏布を表布の中に入れます。返し口の開いてるところから手を入れて表側の角を指で出します。後で目打ちで整えたら良いです。裏布を下に押し込むようにして角にこう押し付けるような感じで伸ばします。返し口のところは右と左に分かれるように1センチ内側に折り込んで留めます。横に引くようにしてアイロンを当てます。
端ミシンを1周かけます。縫い始めはこの空いてる返し口のあたりから縫います。真ん中の上から 1.5 センチのところに穴を開けてホックを通します。これで出来上がりです。